いまだ一度たりとも実現していない K-1 屈指のドリームカード、新旧王者今世紀の対決。アンディーハート、ショートラン、デスス、ピアノアーツ、ハウル好きです。感じちゃったのよオムロン、センシングオムロン。レディースアンドジェントルメンタツ、ウィプレゼンティーをかけるだけですっげーおいしいメンタツカップ。あのメンタツからメンタツカップ新登場。レディースアンドジェントルメンタツ日清。さあ今リング下、松井翔慶極真会館館長、今ゆっくりとリングに上がります。7月からいよいよこれまで固く門戸を閉ざしていました極真からフランシスコ・フィリオが参戦します。そしてそのこの松井館長といえば、今から10年前、石井和義館長とがっちりと握手、松井翔慶極真会館館長。松井館長といえば今から10年前、第4回極真世界大会その決勝でアンディ・フグを破って優勝を遂げました。そのアンディと今松井館長の握手、花束を渡しています。そして続いてピーターズ、7月20日名古屋でアンディ・フグ対そしてフランシスコ・フィリオ。フィリオも今リング下表情が映りました。アンディ・フグとこのフランシスコ・フィリオ、因縁の対決が組まれています。青コーナー180センチ97.7キログラム、K-1 グランプリ96覇者アンディ・フグ。1996年 K-1 グランプリチャンピオンアンディ・フグ。赤コーナー192センチ101.7キログラム、 K-1 グランプリ96-95連覇、ピーター・アーツ。K-1 グランプリチャンピオンピーター・アーツ。さあ長嶋さん、はい、いや何かこう心震えるようなカードですね、いきなり ね、 本当にお互い実績にね共にナンバーワンな2人が戦うわけですから、はい、初めてですもんね、そしてそれを見つめるフランシスコ・フィリオ、まあ、こんな近くで見えて本当光栄ですなるほどね、はい、しかしこれが初対決、一体どっちが強いんだろう、ピーター・アーツそしてアンディ・フグ。さあキングオブキングス決定戦、いよいよ運命のゴングが鳴ります。17,800人の大歓声がまずはこのプロローグを飾りました。アーツかそれともフグか、おお96年チャンピオンフグからいった。落ち着いてそれを見ているピーター・アーツは2年連続94年95年の K-1 グランプリチャンピオン。うわ右ストレート、右ストレート飛び込んだ、アーツ膝膝、いや左ピーター・アーツだ、ちょっと変則のストレートだったですね。おーかかと落とし、アンディ・フグこんなところでかかと落として返せるのがやっぱアンディのあの苦の強さですね。今の右ストレートと今のかかと落としを見ただけで何かこの試合がどう動くのか、一茂さんもそれだけで何かね、もう1ラウンド目から頑張ってますね、2人とも。いやーしかし、石井さん、はい、アーツもここで負けたらもう後ないですもんね、逆にフグも負けられないという、ちょっともう石井館長も今試合に見えてますか。ちょっと負が硬いですね。そうですか、うん、そうボール、今あのロープを掴んでしまったというね、今、注意がありました。ちょっとアンディ・フグが硬いんではないかと、やっとミドルキックから膝、硬いですか動きを、ちょっと硬いですね、動きが。あそうですか、あのもうちょっと離れた方がいいですね、これはアーツの距離ですから。いや今
ニュートラルコーナーサイド、ダウンを取られても仕方のないようなガクーンと腰が落ちました。右ラッパー、これは空振り。おっと、こんなに早い展開と思いませんでしたね。もう本当に多分僕も含めて全く予想外の展開だったんじゃないでしょうかね。石井館長、最初はやっぱりアンディ選手硬いってことをおっしゃってましたけど、本当にそれがなんか現実というか、いやもうこれはピーターズファンの内田有紀さんも大喜びですが、あの屈辱の3連敗から5ヶ月、ファンにとってもアーツにとっても長かった5ヶ月、なんかでもあまりにもあっけなさすぎて、いやもうなんかちょっと本当にきつい詰まれたというか、ただアンディがですね、やっぱり右ストレートピーターズの、はい、思ったより伸びてきた、ノーモーションでのパンチがですね、見えなかったんじゃないかなと思いますね。最初の右ストレートの一発で全ての流れが変わりました。そうでしたね。いやなんかちょっと本当になんか反動をつけないでポンとこう、この右ストレート、これでガクンときました。これが一番最初の右ストレート。さあそして、このハイキックをカットして右のアッパー、そして膝、そして落ちていきました。今度は別な角度からアッパーですね。そしてあのアッパーから膝ですね。もうその前のストレートも相当効いてるんだと思いますが、ピーターズ、そして、93年のチャンピオンブランコシカティックもリングに上がりました。それでは森アナウンサーにインタビューお願いしましょう。それでは、見事な勝利を飾りましたピーター・アーツ選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。アンディ・フグを倒しての見事な復活劇でした。振り返ってみていかがですか。It is a strong fight. You win the K1, but last year I was very sick. I had very bad fights. My stomach was not good, but now I'm better. I don't knock out everybody. No problem. 去年は体調が悪くて K1 の方勝てなかったんですが、今年は体調も戻ったことなので、今年は全員ノックアウトします。そういう頼もしいコメントをいただきましたピーター・アーツ選手でした。おめでとうございます。さあ、本当にすごい試合ばかりでしたが、石井館長、はい、今日の大会を振り返って。そうですね、ピーター・アーツ完全復活ということで、でもまあこの試合のですねポイントの流れはですね、やっぱし1ラウンドから倒すつもりでいったピーター・アーツと1ラウンド見に行ったアンディの差があります。なるほど、長嶋一茂さん、はい、いかがですか。そうですね、やっぱりオランダ勢3人がね、もう全員勝ったということで、すごいですね。もうオランダ勢の底力をもう本当に今日まざまざと見せつけられたし、本当に、これからもうどういう展開になってくるのかっていう、ものすごくますます楽しみですね。次回も本当にアーツが復活し、そしてブランコシカティクも復活した、はい、そして今度はフィリオも来る、まだまだ K1 シリーズ戦国絵巻は今火元かれたばかり、K1 は今年名古屋、大阪、東京と